BCAA という類の商品はたくさんあります。リジンやグルタミンなどの多くのアミノ酸を取り込むことができます。ただ注意しなければいけないのはガチョウです。今回はですね、走る時に使うエネルギー、それを補うサプリメントについてお伝えしたいというふうに思います。食事でですね 100% エネルギーを補うことができるかというと正直難しいと思います。それに一般の人に比べて走る人は余計にエネルギーを使います。そこで登場するのがサプリメントです。サプリメントといってもたくさんの成分があります。なので今回は必須アミノ酸、必須アミノ酸に絞ってお話をしたいというふうに思います。必須アミノ酸は体内で作ることができないアミノ酸です。よく耳にするところで言うと BCAA、これはバリン、ロイシン、イソロイシン、この3つの構成されているものを BCAA というふうに言います。ただ売り場に行くとですね、BCAA という類の商品はたくさんあります。なので売り場に行って手に取った商品、これを簡単にですねご説明したいというふうに思います。アミノバイタルプロ、BCAA、グルタミン、アルギニンのアミノ酸 3600mg に加えて、ビタミン A、B1、B2 などの8種類のビタミンも配合されています。ハードな練習やマラソンレースの後に飲むのがおすすめですね。メダリストアミノダイレクト5500、一袋に BCAA が 2000mg、そしてクエン酸が 2000mg、グルタミン、アルギニン、マルチビタミン、ミネラルが入っています。レモン風味はとっても飲みやすいです。パワープロダクション、おいしいアミノ酸 BCAA。 BCAA のバリン、ロイシン、イソロイシンを1対2対1で高配合しています。1本で 4000mg も摂取可能です。すっきりと飲みやすいグループフルーツ味です。アミノバリューサプリメントスタイル、 BCAA が1袋で 2000mg 取れる粉のタイプです。その他にアミノ酸のアルギニンも入ってます。水なしでも飲みやすいグレープフルーツ味です。 DNS BCAA、 無駄なものを極力排除して1回で摂取する BCAA の量を増やすという、そういうコンセプトです。摂取 5.5g でバリンが 1289g、 ロイシンが 2475g、 イソロイシンが 1238g 取り込むことができます。ウィーダーアミノタブレット、 BCAA の他にもリジンやグルタミンなどの多くのアミノ酸を取り込むことができます。1回の摂取目安の6粒で 3000mg のアミノ酸を摂取可能です。アミノ酸は体内に入ると疲労した筋肉の回復、リカバリーを促してくれます。ただ注意しなければいけないのは、必須アミノ酸 BCAA は単独でとってもあんまり意味がないということです。必須アミノ酸が入っている食品、牛乳だとかヨーグルトと一緒にとった方がいいです。その中でも、食品の中で非常にこう多く必須アミノ酸が入っているものでいうと、水切りのヨーグルト、これパルテノっていう、スーパーに行くと多分並んでます。パルテノ以外でも、タンパク質だとか乳酸菌たくさん入ってるよっていう類は、必須アミノ酸がたくさん入っているヨーグルトです。だいたい 100g に 10g ぐらい含まれています。必須アミノ酸を取っていこうという時には、食事とそれから先ほど売り場でご紹介したサプリメント、これをうまく組み合わせをしていくことが非常に大切だというふうに思います。はい、今回は以上です。今後もですね、ランニング系の豆知識、今回のような内容だったり、レースの様子、それから練習内容なんかを動画でまとめて、どんどんアップしていきたいというふうに思ってます。走るモチベーションが高まるような、そんな内容を目指してます。ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いします。またツイッターの方も毎日情報をアップしてますんで、よかったらフォローください。フォローしてくれたら嬉しいです。はい、また次回の動画でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。